女子の塊？キリト君？何やってるの？あ、いけない！お店に戻らないと！キリト、アスナ、またね！そうそう、私も買い物に行くところだったんだ。それじゃあまた。あ、ピナを散歩に連れて行かなきゃ！キリト君？何してたのかな？じっくり話を聞かせてもらいましょうか。ほらね、不幸になったでしょ。
てたよね、マフィン。SAO の料理って現実とは結構かけ離れた味がしたりするから、どうしようかな。何よそれ。まずかったらキリト君の料理と交換ね。リーファさんとパパは本当に仲がいいんですね。え、そうかな。二人だけの気やすい距離感があるよね。うんうん、キリトが一番打ち解けてるのってやっぱりリーファなのよね。兄弟って言ってもいいことばかりじゃないよ。お互いのいいところも悪いところも全部筒抜けだし。でもそれを差し引いても羨ましいですよ。仲の良さですか。それじゃあ試しにみんなでパパの妹になってみたらどうでしょう。それってどういうこと。だからリーファさんを真似てパパの妹として振る舞ってみるんです。そうすればみんなリーファさんと同じくらいパパと仲良しになれるはずです。なるほど、要するにごっこ遊びってことね。ちょっと面白そうかも。きっと楽しいですよ。私もママもリズベットさんもシリカさんもシノーさんもみんなパパの妹さんです。あ、リーファさんはご指導をお願いいたします。え、私が指導。私たちはパパの妹初心者ですから、ちゃんと妹ができてるかベテラン妹としてチェックしてください。うん、わかった。そういうわけでお兄ちゃん、これからよろしくお願いします。私も一応リアルで妹なんだけど、キリト君の妹だとどんな感じかな。キリト、お兄ちゃん。あ、ダメ、ダメです。恥ずかしすぎます。お兄ちゃん、お兄ちゃんか。どういうこと。ほらほら兄貴、可愛い妹の肩もんでおやつをご馳走して。心を込めて妹を可愛がれ。苦しゅうない、苦しゅうない。私いつもそんな風に見えてるの。にゃ、私がこうしたいだけ。ダメですよ、妹になるのが目的なんですから。今、妹のあるべき姿の情報を集めてきました。もっと素直にお兄ちゃんを好きな気持ちを表現してください。お兄ちゃんを好き。妹というものは寝坊したお兄ちゃんを起こしたり、毎朝お弁当を作ってあげたり、何もないところで転んだりするものなんです。そして
お兄ちゃんのお嫁さんになりたいと思っているんですよ。そうだったの？ない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 、そんなこと絶対ないから。それじゃあ、リズベットさん、もう…もうしょうがないわね。ごめんね、私が体が弱いばっかりに。そういう設定なの。お兄ちゃん、もし私が今度の誕生日を迎えられたら、その時は私のことお嫁さんにしてくれる？私たち兄弟だけど、お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ダメに決まってるでしょ。何やってんのよリズ。いや、なんかやってるうちに楽しくなってきちゃって。リズベットさん、素晴らしい妹でした。なんかだんだんよくわからない展開になってきてる。ほら、お兄ちゃん注文してたチーズマフィンが来たよ。食べる？それからチーズケーキも頼んであるよ。来たら一緒に食べようね。お兄ちゃんはケーキに目がないもんね。今度うちでも作ってあげる。好物で釣ってる。見事な妹だと思います。キリト君が望むなら、私はこれからずっと妹になってもいいよ。さあ、残るはシナーさんだけですよ。勇気を出して妹になってください。やっぱり私もやるのね。まあいいわ。こんなにたくさん妹がいるけど、そんなに驚かなくてもいいじゃない。教えてよ、お兄ちゃん。気になります。誰が一番ですか、キリトお兄ちゃん。そりゃあ私の迫真の演技でキリトもメロメロよ。でも演技じゃないですか。まあそれを言っちゃ全員演技なんだけどね。それはまあそうですけど。お兄ちゃん、ちょっとつまらない結論じゃない。キリト君、まあそりゃそうね。でも恋人にならなれるわよ。あ、キリトの場合はアスナがいるから愛人か。愛？愛人？あ、やば。愛人は友人よりも仲良しですか？今度は愛人をやってみましょう。愛人って、キリト君の愛人？リズ、ゆいちゃんに変なこと教えないでよ。